です。お疲れ。表紙が表紙だからちょっと悩むんだけど、うん、まあ、あなたに貸そうと思ってあなたが一回ちょっと拒否言った、あ、このポルノです、ね、うん、これね、ポルノです、王女の物語、王女の物語、ポリヌレアージュの、うんうんうん、ね、これはね、うん、中身が完全にポルノでさ、ポルノだな。あらすじ簡単に説明すると、うんうんうん、あの彼氏と付き合ってる女の子が、うんうん、あのフランスで、うん、彼氏が女の子を M 調教すると、はいはい、平ったく言えば平たく、彼氏がね、彼氏が、うんうん、いや彼氏がというよりも彼氏が所属してる秘密結社で調教すると、うんうん、なるほどね。で、うん、その女の子はやってるうちにハマっていって、あ、それも悪くないな、なんならこれが愛かっていうちょっとトンチキな感じを言うんだけども、うんうん、まあそれでよかったねで終わる、うんうん、それで終わんねや。そう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 、うん、これまた完全にポルノでね、うん、若い頃に読んだ時は、うん、やっぱりこう非常にエロいなと、うん、でね、これまた著者がっていうか役者、翻訳者、うん、渋沢達彦じゃない、はいはい、渋沢達彦といえば、うん、やっぱりフランス文学の役っていうことでいけば、うん、生田光三と並んで、うん、あの有名な人ではあるし、うん、どうでもいいんだけど生田光三もあの眼球探翻訳してるじゃない。いや知らん知らん知らん。眼球探っていう、うん、あの本があるの、うん、あのフランスの文学、うん、っていう形なんだけど、ポルノやね。ポルノやね。うん。ポルノやね。そうそう。フランスのポルノって一応その肩書きとしてはちゃんとしたフランス仏文学者だ、はい、偉いさんであったりとかっていう人の名前が出てるから、はいはい、人前で読んで人に語っても大丈夫なポルノなんだ。ああ。フランス文庫はかんやろ？フランス文庫はダメです。うん。あれはダメな？あれはダメです。あれは成人向けです。女教師なんとかの、まあ、ああいうのも成人向けです、うん、でも内容ほとんど変わらないのよ。あ、うん、でフランス文学って、うん、この渋沢達彦王女の物語っていうのは、うん、時代背景が1950年代ぐらいから60年代ぐらいだと思う。54年間後なんてな、うん、だけど結構新しめな、うんうん、時代で、ただ渋沢達彦自体は、うん、あのずっとね、あの佐渡マルキド・サドの著作をずっと訳してたりとか、はいはい、うん、また本人あの取るのかどうか裁判とかに巻き込まれたりしてるしね、はいはい、うん、基本フランス文学はポルノだと思ってもいいんじゃないかな。あ、まあ、以上今日の結論やねんけど、うん、これは読めと、まあいいけどさ、うん、ステファン卿は女にしか興味がなかったとか、まあ、そのまんまやこれ何のひねりもないやん。まあまあいいけどさまあでも逆に言ったら普通のノーマルの人が山ほど出てくるんやから、むしろステファン卿はノーマルやったって話やね。ノーマルじゃない人が出てくるんやから。ステファン卿っていうのが最初の主人公、その女の子の彼氏の、うん、イボ系なんかな。イボ系、イボ系、お母さんが違う兄弟、はいはいはい、でステファン卿とその彼氏がすごい仲良くて、うんうん、で年も10個ぐらい違うから、うんうん、彼氏の方が、うんうん、そのステファンお兄ちゃんに依存するのがすごく高くて、依存高い、うんうんうん、だからこう一番大事な自分の彼女をお兄ちゃんにあげようみたいな、うんうんうん、そういうのもあってこう調教していくっていう、はいはい、なかなかロマンあふれる話ではあるんだけど、分かった。ちょっと一応ちょっと俺もないろいろあるから読めてないけどね、お読むのが積んどく状態やからさ、絶対読まないでやろう本とかもあるからあれやけど、うん、まあまあいいわ。ただね、一応文学という括りで、考えていくと、うん、まあ、この文学として何を描きたかったのか、うんうんうん、多分ねエロエロエロそれ以外ないよね。ないね、うん、これはもうあの表紙がね、これ絵やから微妙やないのこと、乳首に出てたらあかんらしいから乳首は男の乳首もあかんらしいからね、A の女性のやつもあかんやろそうなんかな、あのまあまあ、ヴィーナスでさえこうやってね手で隠してるからね。そうそうそう、いやいや YouTube 厳しいよね、あの
江頭がここに伴奏を買ってたからさ。ああ、江頭ちゃんがね、うん、ちょっとな読ませていただきます。これはね、僕のね、あの経験談でもないけど、うん、考えなんやけど、僕らの世代って昔ほら語学を勉強するときに一番いいのはポルノを読めと、うんうん、ポルノをやると語学が、うん、あの学べるって言うじゃない、うん、で僕はあのフランス語をね、うん、あの学校で、うん、1年目全然あかんで落ちて、うんうん、で2回目は4年生の時やったんで、うんうん、結局もう勉強する意欲もなくて、うん、あの先生にすいません、あの就職内定決まってます、うん、先生のが最後の単位です、お願いしますっていう、こう泣き落としと政治力というか、うん、交渉力で、うん、あのなんとかあの第二外国語の単位をもらって。お前就職決まってたっけ？あの時点ではね、決まってなかった嘘も方便というかね。そうやな、 お前しばらく振り出しだもんな。そう、つまりね、まあ、いいや語学はね、交渉力ですよ。交渉力、いや、まあそれは違う、その結論ではない。違うけどね、うん、で、その語学を勉強するのに、うん、ポルノはいいぞと、うん、だから一応首相にもちゃんと勉強しようと思って、うん、一年発起フランス語をと思って、うん、そうだ、俺の大好きな王女の物語を、うん、原文で読んでみよう、原文で読んでみよう。で探したけど、当時インターネットもないこととて、うんうん、まあ、インターネットはあるんだけど、今ぐらいこんな盛んではない、うん、で要所も取り寄せてまでっていうのも、できない、うんうん、いやもう全文じゃなくていいと、一文抜粋、章でいいからっていろいろ探して、うん、一応ね、やっぱり偉いもんで、うん、大学の図書館の閉館に、はいはい、そういうのを集めたフランス語の小話の本みたいなのがあって、うん、でパラパラパラってめくるけど、おかしい、王女も佐渡もない、うん、ポルノがないじゃないかなかなかな、おまあまあな、これは単位取られへんのはもうこれは学校図書館に不備があるせいだな、うん、まあ僕は思ってね、そうか、フランス語、そらな、でもそれぐらいはないとわかんねえやろな、ほんまは。そうなんだよね、うん、限りなくポルノに近いって言ってるけど、ポルノじゃないし、うん、少なくとも日本の中では成人指定はされてないと思うんだけど、うんうん、下手なものよりも内容はえげつないから、うんうん、これはいかんとは思う、うん、これと、うん、フランス文学でいくと、うん、眼球丹っていうのと、うん、あとはまあ佐渡、うん、でドイツ語、そうそう、僕はドイツ語はほとんど分かんないし、うん、けどドイツ語で勉強したいと思ったら、うん、ポルノがいいという原則に従って読むべきは毛皮のヴィーナス、毛皮の、うん、ヘッケルフォン・マゾッホっていう、うん、マゾの元になった、うんうん、ポルノがあるんだけど、一応そのもちろん翻訳したものを読んだけど、そんなに面白くなかったし、そんなにこうエロくもなかった。エロくないイコール面白くなかった。まあポルノでエロくなかったら面白くないよね、当時若者だったしね。あとはもう、いやもうほんとね、佐渡とか王女とかっていう趣味の話になってくるからあんまり語りたくないけど、うん、マゾは面白くない。マゾは面白くない、うん、佐渡の方がまだちょっとこう、うん、なんていうの、ドライブ感がある。ドライブ感があるの、うん、マゾに関していくと、うん、マゾっ子のケガのヴィーナスよりも、うんうん、沼正造の家畜人ヤプ、はいはい、あっちの方がやっぱり名著やと思う。家畜人ヤプ読んでねや。読んだよ、読んだよ、もう読んでる最中から吐き気を催すような描写しかないんだけど、あれ宇宙人出てくるんだっけ？うん、一応宇宙人、宇宙人なんかな、うん、そのいやいや特殊設定やねんな、特殊設定、うん、SF 設定、SF 設定ね。あとは、うん、ドイツ文学っていくと、うん、これもまた僕の性癖を疑われそうなんだけども、うん、ベニスにシス、
トーマス・マンの。ああ、うん、あれね、不思議なんだよ。高校生の時に学校の先生が嫁っつったのね。ああ、一緒の高校でしょ、はいはい、男子校でしょ、うん、なんで高校生に、あの、年老いた文学者が、うん、浜辺で出会った美少年に恋をして破滅していく話を読めって言ったのかが全く分からんのだけどね。あれは好きやったんちゃうか先生が。それをあの男子高生相手に読めっていうものではないと思うんだよね。確かにね、うん、まあ一応、まあね、読んで、うん、まあ、なんか性癖っていうのは恐ろしいなっていうのが感想でしかなかったんだが、あの老人でもなければ美少年でもなかった、なかったしね、うん、その後年を取って思うと、うん、すごく詩的ではあるよな、うんうん、こういう身の持ち崩し方っていいよね、うんうん、で相手が女の子じゃなくて美少年っていうあたりが確かに絵になるなとは思った。確かにと、ね、まあ、とまあその逆でいくと、逆逆ではないけど、あのウラジミール・ナボコフの、うん、あのロリータ、ロリータね、うん、これもね面白くなかった、うん、ベニシシスの方がまだ面白かった、うん、サド・マゾ・ロリータで誰やったっけ、作者がほんまに性犯罪で捕まってると、サド捕まったでしょ、うん、ナボコフはギリ捕まってなかったかな。うん、うんなんかあの本当にアウト系でいくとやっぱりサドは捕まってあるんだよな、うん、あれフランス革命のどさくさで、うん、あの嘘でもいいから思想犯で捕まりゃいいものを本当になんかその田舎町から拾ってきた田舎娘を女中として、うん、あの雇い入れて怪しげな、うん、あの再印材入りのチョコレートボンボンを与えて、うんあのエッチなことしようとしたら、うん、その女が死んじゃったっていうので捕まってる。ああ、最悪やな。うん、まあ言い訳は聞かん人よね。うん、で佐藤は結構読んだけど、全部筋書き一緒やし、うん、荒くたり、うん。たくさん女の子出して、うん、たくさんひどいことして、たくさんエロいことを書けばいいだろうって思うんだけど、中盤ぐらいで飽き飽きするんだけど。うんうんそれでもまだ本人飽き足らず書いていくもんだから、うん、こういっそそこでこう突き抜けて後半はこう爽快感すらあるかな、はいうん、あ人間ここまでできたら大したもんだって、うん、まあでもポルノってやっぱり結局これ一冊分やねんけどさ、うん、すごい細かいことまで書くとさあかんわけやん細かいことまで書いてもいわゆる上そのエロくないシーンを山ほど書いてもしゃあないやん。ポルノってな、うんうん。だから、必ずエロを書かないといけないわけやん。うんうんうん、なんやったら、連載やったら、1話というか、いわゆる掲載の中に必ずエロシーンがないとあかんわけ、うんうん。まあ、それはそうでしょうね。まあ、日活ロマンポルノと一緒でさ、15分に1回エロシーンがあったら何してもいいっていうとこあるやん。ああ。あれはそれを逆手に取って、うん、取ってみんなが自由にするっていうね。そう、うん、そうそう、まあ、そういうね、まあ。確かにそういう部分から、うん、ちゃんとしたね、これおちょくりとかじゃなくて、ちゃんとした文学的なものが敗退することもあるんかもしれないけども、うんうん、でも考えてごらんなさいよ。僕これ読んだの17、18の時。いや、でもその時代に読むもんやで、これは。逆にそれを超えたら読むべきものじゃなくなる気がするけど。いや、まあまあ読むよ。読みたくない言ってたらね。いや、今読んでも、この間、うん、だからここでまた、どうせね、洋一くんと話するからと思って、うん、通読したんだけど、うん、やっぱり今読んでもエロいなって思うし、うん、で、何よりも、読むのに時間が短くなった。うん、まあ、一回読んでるからっていうのもあるんだけど、うんうん一回一回性的描写に興奮して、うん、なんかこううひゃーもう読んでられないよっていうような、うん、それは17、18のガキとはね、うんうん、比べられても困るけどそういうのがない分、うんうん、あこれは
すごいなぁ、うん、いい表現やなぁっていうそのエロ描写をね、うん、ああいい表現だなぁ、うん、ふうな感じで、なるね、うん、最初俺ポルノって読んだことがそんなにないから、いや多分ないかな、活字でこう息立つ感じがわからないけどさ、でそこはね想像力の寛容という意味では非常に大事なんだ、うん、あるんや、あのさっき言ってた、うん、語学でポルノ、うん、あの語学を学ぶのにポルノを使えっていうのは、ポルノでクンズホグレツ、うん、ね、右手が赤で左手が青っていうそのなんていうあのゲームなんだっけ、うん、ああ、うん、ツイスターゲームで、ね、あんなんを文章で書くわけじゃない、はい、うん、彼女の頭がこっちで俺の頭がこっちっていう、はいはい、っていうのをあの頭で考えてから、そうそうそう、なるほど、考えていって頭の中でパズルができて、あこういう体勢ね、なるほどってこうって思って、うん、でも問題は果たしてそれで興奮できるかな、そうそう、うん、ね、確かに納得してしまうと、ね、それはそうやけど、明石家さんまがこう英語喋ったらイエースっていう何で覚えたのか、何で覚えたんやっていう話がね、オーイエースって言ってたから面白かったから、それでいくとあの会社の若いやつによく言ってる、うん、あの英語で過去完了形を覚えると、うん、一番正しいよく使われる例文はあの This video has been deleted This video has been deleted、 それなんか見たことある、これこそが過去完了形の、うん、っていうね、うん、話がする、まあ、つまり語学とポルノっていうのは切っても切れない話やという、うん、でもどうなんだろうね、今の若い子ってこういう、うん、あのわざわざ文章を読んで想像力にかきたてられて興奮するなんていうその無縁なことをするのかね、うん、いや逆に言ったら俺もしなかったから、あら文章からは、あら、うん、したいもんな、まあまあしたいよ、したから言うて今があるんや、今だがあるんや、それはせえへんかったからさすがに上やん、うん、俺らの時代ですらデラベッピンはあったんやからさ、うん、うん、言ったら、いやでもね、うん、結局エロってファンタジーなとこあるやん、はい、まあ、それはそれで、うん、底物的に絡みそのものがポンってあっても、うんうん、あんまり楽しくないじゃない、うん、そのバックストーリー、バックボーンがあって、うん、こう盛り上がるものがあるじゃない、うんうん、まあ、で、行くと一番いいのは結局ビデオとか動画、うんうん、あと漫画、うん、ビジュアルではなくてもう僕は文章やと思う、うんうん、だってその想像力さえあれば、うん、こうね、頭の中でどんな美女がポルノをしててもいいわけじゃない、そうそう、ね、確かにね、うん、絵面はいいわけないわ、そう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 、うん、だから実写化された時に、そうそう、あれ俺が思ってた王女じゃないってなるかもしれないよ、ベイジー通りやけど、どうせやったら広末涼子がよかったみたいなのあるわけないですよ世代が出るな、まあね、広末涼子は逆に今ぐらいの方がすごくいい女やと思うけどね、なかえって僕は好きかもしれんけど、あの若干のこう擦れた感じがね、うん、うん、まあ、あの人は割とひどい噂が山ほどある人やからあれやけど、どうしてもポルノの話になるとこういう砕けた話になるんだけど、まあ、例えばこれフランスの話やけど、うん、中でこう、うん、女の子が凌辱されたりとか、ひどい目にあったり、でも愛を見つけ出してっていう風なポルノをやっていくときに、頭の中で誰で想像するとか、はいはいはい、うん、あるね、あるあ る, あ る, ある、そうするとそれはもうあの今の若い子が好きそうな女優さんとか知らんからな、うん、どうしても僕らの頃になるんやけど、あの断礼やったとするじゃない、断礼やったとするじゃない、わかるわかる、でも絶対ダンレイってポルノなんか出ないじゃん、出ないじゃないね、出ないよ、吉永小百合さんがあのねすごく綺麗やった頃に、うん、あの若干こう脱いで汚れ役のあるシーンの映画にも挑戦したりしてはったじゃない、そうそうそう、うん、あの何だっけ天国の駅やったっ
って、うんうん、だからこの間見たな、うん、食い出ててえっ、ー、って思ったなあれあれだいぶ驚いたなあれもでもどっちかっていうとやっぱりそのポルノシーンは力入れてたし、うんうん、そうそうね、うん、ましてや吉永小百合がってそうそう、うん、いいように両力されてるからそういう風にいくんであればこう男の子にとって最高のポルノっていうのは結局あの台本だけ映画化で、ね、渡されてあとは自分の頭のキャスティングでやっていくと、うん、このそれでいうとやっぱりフランス文学やったら限られてきちゃうやん、まあ、フランス人でないとあかんからな、まあ、まあ西洋人全部 OK にするっていう手もあるけど、うん、いやもうそこは平然と日本人で言ってもいいんじゃないかな、うん吉永小百合さんでもいいし、いいし、うん、いいか、いいか、いい、うん、そうか、まあまあ、分かる。角地加子でもいいし、だから古いって、加賀まりこでもいい。めっちゃ古いやんか。まあそれはそれでいいけど、それは。加賀まりこは若い頃すごい美人よ。あれは美人やで。うん、あとキキキリンさんの若い頃もすごく可愛らしいよ。愛らしい、愛らしいよね。僕前から言ってるけど、あの多部未華子さんとすっごりだね。だから、食べ美香子をディスるのはやめろ。ディスってないけどさ。うん、まあまあ、この希代の名女優やから。俺、キキキリン大好きやで。俺も好きやで。うん、俺も好きやで、うん。あの、万引き家族あ、それ見てない。万引き家族が、うん、カンヌかなんか撮った時に、助演女優賞あげろよって思ったもんな。どうせやったら。それほどの出来いやいや俺見てないから知らんけどもうほぼ最後の方の作品やからもう日本人的にはもうキキキリンのこう名誉のためにくらいの話ね、うん、だってあの年で歯抜いたよねからすごい女優根性あじゃあちゃうわ歯抜いたじゃん入れ歯外してやってあ入れ歯を外して入れで外してやってそれも監督に言って外してその方がおばあちゃんっぽいっていう、そうそうっていう話あでも女優根性すごいな。すごいなでそれはさすがに超絶大御所のキーキリンに言われるまでは覚えつきもせへんかったっていう。そうだろうね。そう監督さんも。そら 、うん、言えるわけないし。言えるわけないもん。うん。いればでしょうも言われへんやん。でもいや、私歯外しましょうかっていう。そっちの方がいいですよって。あれだもんね。内田裕也さんよりもロックな人だもんね。うん、そう。内田裕也ロックロック言うほどロックじゃないっていうことになってまうからね、うん、内田裕也さんが、うん、あの持ってた杖を取り上げて、うん、ボコボコに殴り散らした人やもんねそうそうそうあのモックに押さえとけっ て押さえさせてボコボコに殴り散らした人やもんねそうやもんねもうえげつないもんすげえロックやねそうロックやねあの人の逸話聞くとすごいもうこんなええ話あんねやみたいなこいつ思い知らさにはならんおい元木正秀抑えとけあの話はいい話や、まあまあ、理想とする日本の夫婦像だったんかな、ね、いや理想ではないけどな理想のね、うん、女性像やね、ねえ、シドとナンシーが順当に年取ったらああなのかねジョン・レノンの小野陽子うん、小野陽子より素晴らしい女性やと思うな小野陽子もかなりのロッキンロールな、うん、ロックンロール感じはするけど、ね、でも夫よりロッカーっていうのはなかなかそれもどっちかというとこうビートルズのロックというよりシドビシャスのロックに近いローリングストーンズのロックに近いかな、うん、パンキッシュになってきてるパンキッシュになってるからとすればまあじゃあこの例えばあなたがこの王女を呼んで、うん、頭の中でこう興奮するポルノを組み立てるのにそれこそキキキリンでも小野陽子でもいいわけですよね、うん、じゃあ若い女の子って王女って書いてあるからな、うんうん、まあ別にいいんやけどまあ若いある程度若い頃のあのキキキリンも知ってるからねそう、うん、食べみかこちゃんみたいな可愛らしいね。そうそうそう、食べみかこ、まあまあね、そう、食べみかこ、まあいいや。まあ読みまーす。はい。まあ。